中国ラオス鉄道は、ラオスと中国の国境、ボ天とビエンチャンを結ぶ鉄道である。ラオス中国鉄道とも訳される。総距離 414.332km で、中国側の玉馬線と接続予定であり、現在、建設中である。高速鉄道と呼ばれるが、時速時速 120km、時速 160km で運行される計画である。 2021年の運行開始を予定している中国共産党が提唱する一帯一路戦略事業の一つ2010年10月に全長 530km に及ぶ標準記路線の計画に着手雲南省 C3 パンナ大族自治州から南はタイのバンコクまでの計画で2011年着工2014年完成の予定であったが 中華人民共和国鉄道部の汚職事件が原因で2011年4月に計画を無期限延期とすることになった。2012年10月になって、ラオス中国両国政府がビエンチャンから中国国境までの鉄道路線建設計画に合意、建設費は70億米ドルで、北京当局の企業が建設するもので、非工式が同年11月に挙行され2017年の 竣工を予定していた。2012年12月に、ラオス政府が銀行からの融資完了を発表、2013年着工、2018年完成とした。また南方への延伸計画も、バンコクからさらにミャンマーのダウェーまでとなった。撮影地、ビエンチャン郊外撮影時期、2017年10月、下旬2020年12月に開通したビエンチャン。 バンビエン高速道路との立体交差部2017年3月28日には、中、ルアンパバン総領事、はじむ方向が、中国水田建設集団国際工程公司が建設している第四区間を訪問している。同社の報告では2016年12月から建設が開始されているが、建設場所が分散し、アクセス条件が悪く、 またトンネルなど高度な建設が多いと説明。宿舎、接続道路、電気、鉄筋加工工場など関連工事を進めているという。プーヤー村1号トンネルとダーロン1号トンネル4月から建設を開始すると説明。ありがとうございます。